藤沢とは、神奈川県藤沢市の中央部の南部を指す地名である。江戸時代には、藤沢塾、1908年以前に、藤沢大阪町と呼ばれた地域で、現在は、藤沢市の13ある行政地区の一つとして、藤沢公民館が行政を分担している、藤沢地区、あるいは住居表示上の故障としての藤沢等の、範囲の異なる概念が並行して用いられている。 この項目はでは、藤沢市の13ある行政地区の一つとしての藤沢地区について述べる。現行行政町名では、稲荷の一部、稲荷一丁目の一部、朝日町、白旗一丁目の一部、白旗二丁目、尾賀、尾賀一丁目から三丁目、西富、西富一丁目、西富二丁目、花の木、藤ヶ丘一丁目から二丁目、藤沢、 藤沢一丁目から藤沢五丁目、本町一丁目から四丁目、本藤沢一丁目、味噌の台、がある。相模屋大地とお奇跡層、湘南砂丘地帯からなる。本町通りは、もともとは藤沢塾の系譜を引き成城工事の門前であり、土蔵が並び、証券が平塚、肌野、鎌倉、三浦あたりまで広がり、大部分の店が問屋と小売りを兼業する。 トンや街であった。拡張内ごとに商店会があったのが、藤沢橋から白旗交差点までを範囲とする商店会に統一されたこともあった。が、距離が長すぎるので1953年に流星会とのれん会に分離。この頃から本町通りから藤沢駅前に支店を出したり移転する小売業が現れた。本町白旗商店街振興組合、本町高森会。 サンパール、藤沢商店会、唐沢橋商店会の一部、共同組合藤沢銀座土曜会、共同組合柳通り牧会、南中通り商店会、湯行通り2丁目商店会、湯行通り4丁目商店街振興組合、湯行通5丁目商店街振興組合。ありがとうございます。